先輩のことどう思ってるの？例えがオタクですけど、なんだかちょっとアシフォード様みたいですよね。それって好きと何が違うのよ。この間先輩と二人でイベントに行ったのよね。せい、もしリリサが先輩のことを好きだったら二人きりなのをいいことに。私先輩のこと、リリサリリサいやいや、まさかあのリリサに限ってね。大丈夫よミカリ、たとえリリサごときが何をしようと、この私の魅力で先輩を。またコスプレ？よし。先輩、遊びに来たよ。パターンも見え。だ先輩、プラクティカ、エンシクレット。なんだ、リリサか。鍵くらい閉めときなさいよ。ミカリちゃん。先日はありがとうございました。この洋服バチバチにクリーニング。いいから服着ろ。はい。それよりどうだったの？まさか先輩とうまくいったりしてないでしょうね。イベントは楽しかったですけど、ミカリちゃんに先輩のことをどう思ってるかって聞かれてからずっと考えてたんです。ガラモス、ガラしてミカリ、それを支えてくれるカメラマンさんとして、頼れる仲間として、先輩のこと大好きだって気づきました。ははん、なるほど、バカなんだな。ち、まずは。つまり進展なしとは。リリエルに恋仕掛ける先輩も先輩だけど、リリサもバカでよかった。まだまだ私にもチャンスあるってことね。ちそれで先輩は？あ、2年生はテストで少し遅れるみたいです。私は今日の撮影のために先に着替えておこうかなっと。なるほど。一年一組、天野リリサさん、大至急教室に来なさい。あ、補習忘れてました。あんた授業全部寝てるからよ。ミカリちゃん、に、荷物見といてもらえますか。はあ、ありがとうございます。セーフォン、セーフォン、あれだけセーフォンでコプレベルで、リリエル、怪我はない？廊下走っちゃダメじゃない。女の子にあざでも残ったら困るでしょ。はい、パニック、すみません、失礼します。きれいな先生。な、な、パニック、惜しい、すまんリリサ、思ったより時間かかってな。違うの先輩、これは先輩の好きなものをもっとリフしてみ、お試しやんで、リリサ。なってみたら何かわかるかなってつい。私もリリエルになれたら、リリサみたいに先輩ともっと仲良くなれるかなって。すぐ脱ぐから、私じゃ似合わないの分かってるし。いや、その、聞いてる。リリエルなら何でもいいのかよ。いや、でも先輩はリリエルに一途なだけで、リリさんに惚れているわけじゃないって証拠でもあるし。とにかくこれはチャンス。アシュフォード様、これ誰かいた？リリエルが俺の中に。なんだそれ。あっち、よし、刺激が強すぎる。絶対無視してたんて。これ誰かいた？アシュフォード様、今日のリリエルはいつもとちょっと違うから、私のパーソナルとエゴでリリエル、リリエルいいんですよ。そう、すげえ。で、サーベどこを触ってみたいですか？どこを触ってみたい？ミカリでサーベ。さあ先輩、どう？リリエルの誘惑には逆らえないでしょう。ダメだ。どうして？リリエルは俺の嫁だが、嫁は俺のものではないのだ。軽々しく一線を越えるわけにはいかん。
ダメか。せのてで。まあしょうがないか。先輩のそういうバカに一途で無駄に真摯なところを好きになったんだろうな。だフェルカはやらした。その思いが私にも向いてほしいだけ。遅くなってすみません。すぐ撮影。違うリリさん。違うのリリさん。LNTR。LNTR。コフェトン。なの全然リリエルじゃない。胸だって足りないし。それは違います。確かにミカリちゃんはミリエラの方が似合うとは言いましたが、リリエルは似合わないなんて。デカミョ、何だってなっていいんです。誰だってなりたいキャラになれるのがコスプレの良さです。あれ、何だって。Sí, sí, te queda bien。ファンアートに正しさなんてないだろう。下手でもいいんだよ。俺は愛を伝えたい人間から愛を受け取りたいだけなんだ。それで幸せになる。Me recuerda。Me recuerda。先輩。Me recuerda a la escena de el anime de Charlotte, que había como una rubia muy buena gente que tenía un alter ego que tenía ojos rojos. Pues digo, este es lo mismo. Charlotte se llama el anime, ¿no? Fan art に正しさなんてないだろう。下手でもいいんだよ。俺は愛を伝えたい人間から愛を受け取りたいだけなんだ。それで幸せになれるんだよ。リリサ、先輩。あんたたち純粋すぎる。そんなせいな。桜木、このパンツはどうなっているんですか？見せてみろ。Pues llámelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Okumura, dono! ¡Cochi de gozar! ¡Hostia! ¡Kyoa, yoroshiku onegaishimas! ¡Kyuni renakushite sumimasen! ¡Ya, ya! ¡Panes! ¡Evento ni mukete, ore ni mo dekiru koto ga nai ka to omoimashite! ¡Satsuei no benkyou sasete morao to! ¡Naruhodo! ¡Sekyoukudeki ni senpai ni shishi o kou to wa midokoro no aru akamono de gozar!拙者を選んだのはやはり百戦錬磨のオーラのなせることですかな。そうそうそう、出られるわけし。唯一知ってたからなんて言えない。では参りましょう。これもね。よろしくお願いします。基本いい人なんで。今日はワキャラなので和室ブースを借りたでござる。おお。キャラに合った背景があれば写真の完成度も段違い。すごい。売れるロムを作るならスタジオ撮影は必須。最近はコスプレ市場が育ってだいぶ借りやすいスタジオが増えましたし、平日ならもっと安いですぞ。ゴギノ、これ後ろの帯ずれてない？メガソン。この衣装できいいんだけど、着ちゃうと後ろは全く触れないのよね。今参ります。フォロッソのオイラ衣装すげえ。また最新のコスプレだ。あ、奥村くんだっけ。やっほー、今日はよろしくね。お邪魔してすみません。いいっていいって、若い子がいた方が燃えるから。マキノドンも大学生でござろう。世代らしいニュアシタリアン。では始めますぞ。まず撮影の基本中の基本はタイミングとピントでござる。表情が作れていなかったりピンボケの写真は修正でもどうにもならないですからな。そして拙者のおすすめは一枚一枚コンセプトを持つことでござれ。コンセプト？ただ顔や全身を収めるのではなく、今自分はどこをどう見せたくて撮っているのか意識するでござれ。レイヤー様が見せたいところや顔を作るタイミングと我々がシャッターを切るタイミングをぴったり合わせる必要がありますぞ。そうです。しゃべるの？では、あいよ。まずは自己流でベストなタイミングの一枚を撮ってみるでござる。あ、はい。キャピオ。うむ。ナンビス。いや、俺がお願いしたんだから、イライラしちゃダメだ。拙者の写真と比べてみてください。ナワタ。はい。おお。拙者の方がタイミングドンピシャなの分かりますかな？誰が撮っても同じではない。写真はコンビで作るでござれ。はい。
Mi pareja. Ah, de dos en dos. Mira esa pose, papá. Siente como respira. いいじゃん、上手よ。センスあるね。飲み込みは早いようですな。拙者の指導が良すぎましたかな。そんなに奥義の高案内よ。この写真ラムに使いたいから送って。あ、はい。さて、ちょっとお色気シーンに映っても平気？ちょっと大丈夫ですけど、逆に大丈夫なんですか？平気平気、鼻血出すなよ。 どうしたでござる？やっぱりこういうのを俺が取るのは気が引けるというか、逆の立場だったら。雲すげえこれ。どうしたでござる？どうしたでござる？やっぱりこういうのを俺が取るのは気が引けるというか、逆の立場だったら。 いや、かなって。言わんとすることはわからないでもないでござるが、レイヤー様は人に見てもらうのが喜び。カメラマンはそのサポート。やましいことなどないでござるよ。もしかして奥村君ってリリエルちゃん好きなの？だったら複雑よね。いや、違います。荻野さんのように思えるのがベストだと思ってたやつの。なんでそんなことを思うのか自分でもよくわからなくて。 Seguimos con las fotos. すみません。一回会っただけの俺にこんな。もう水臭いな奥村君は。一回会っただけなんて言わないでよ。イベントで隣になるっていうのは。 友達になるってのと同じ意味なんだから。ね。結構あった。本当に。お金持ちはうなしいよ、本当に。拙者も感謝しているのでござる。拙者、リリエルちゃんからもらった刺激は計り知れないでござる。我々亀子たちが常に気にしているのは、次に誰が来るか。次？奥村殿はご存知ですかな？現在コスプレ界のトップに立つ4人。 コスプレしてんの！コスプレしてんの！一度ごとに身長体重を小数点以下までキャラに合わせてくるというストイッククール美女、あばゆけいりか。大企業のコスプレで世界一の衣装とメイクを持つと言われる。ナゴミ。ナゴミ。サイズへの変態的なこだわりと SNS へのバズ力で熱狂的な支持者を多数持つ。キラベレスタ。キラベレスタ。HKアングラ美女、星月陽希。そして。 圧倒的ボディと他の追随を許さないキャラ愛で伝説となった。セクシー美女マユラ。マユラ。ポケサマシャナオナ。ポケ。まあすごいレイヤーさんなんて絶対5人以上いるけど、オタクってラーメン三重師としてんのが大好きじゃん。だったらもう一回ラスコアタルになって。でもマユラ様って。お？最新の情報も掴んでるでござるな。そう。 マユラ殿は去年の夏コミを最後に表舞台には出てこず、SNSの更新も止まったまま。つまり今コスプレ界隈で最も熱い話題は次の四天王マユラ殿の後継者は誰か。そんな時現れたのがあのリリエルでござった。初めてマユラ殿を見た時の衝撃、あの場でそれを思い浮かべたのは拙者だけではないはず。リリサゴ。だから。 だから今日は軽く的に塩を送っただけでござる。ライバルの相方がズブの初心者では、つまらないです。いや。拙者は、マギノ殿をこの世界のトップに連れていくつもりでござる。奥村殿はいかがなさいますかな。いや、しかない。私は全然トップとかなるつもりはないけど。でも、連れてってくれるって言うなら。 乗っかっちゃおうかな。レサベ。写真はコンビで作る。二人で連れていく。奥村先輩。行こう、リリサ。
俺、相方とか相棒とか呼ばれたのがあんまりしっくりこなくて、あくまで主役はリリさんだけだから。でも甘かったなって。二人で作るものなんですね。うん、俺は最後まで手伝うって約束したんで、リリサがそう望むなら連れて行きます。¿Podemos con las fotos? ¿O me corta la cena? リリサって本名でござるか。すごい、リリエルやるための名前みたい。なんと、ご心配なさらずとも秘密は守ってくださいその代わり、ちゃんと次のイベントに連れてくるでござるよ。待ってるからね。はい。¿Seguimos?本日の議題はアクアリウム研究会の部活動昇格願いについてです。部員6名、五十嵐先生に顧問についていただけるそうです。コンテスト出場経験があって活動実績の報告も問題ありません。部の要件は満たしていますね。一応皆さんいいですか。いいよ。あ、挙手でお願いします。クラブ島に生物って衛生的にどうなの。はい、もう多数決で決定です。ではそれに伴い対象の部には本日告知を。先輩、これは。この土日都心に出る機会があったのでな。戦利品だ。拝見してもよろしいですか。待って。しかし先輩、これは。ま、でもこれはあくまでエラの研究なので。さては見慣れているなき様。大歓迎なの。リリマル先生の新刊ですか。私もこの人のリリエル大好きなんです。目の描き方がいいんだよな。しかし先輩ってもしかして S ですか。レフェレンディア。そうか、あまり意識してなかったが、リリエル本にそういうのが多いってのもあると思うが、少年漫画のヒロインって結構ひどい目に遭うだろう。目覚めるよな。めっちゃわかります。少年向けなのに効が深い。あ、でも私はヒロイン側に感情移入するので、どちらかっていうと M なんですかね。先輩とは相性いいかもしれませんね。まさきさ、相性いい。まあ、まあ、あれね。こと考えるのバカ野郎。ちゃっちゃっちゃ。とにかくヒロインはピンチになればなるほどエロいんですよ。それはもはや S なのでは。うらしゃでした。ピンチを自分で何とかできちゃう強いヒロインも多いじゃないですか。ああいう子も好きではあるんですけど、でも私はやっぱりリリエルが好きなので、最大のピンチに主人公が駆けつけて助けてくれるのに一番憧れますね。さて、そろそろ撮影するか。ぜひ、ここはやはり。お？ひどい目に遭うリリエルを撮影しましょう。もうポロメントはディフィセル。絶対アッシュ様が助けに来てくれるんだから。やる気出ちゃった。頑張って言わな。一枚一枚コンセプトを持つことでござる。コンセプト、コンセプトを意識だな。縛られてる手を強調しつつ見下ろす方がいいか。後ろを向いてこっちを見て。おまま。Yes、ブラザー。コンタクト。え、先生。マギノさんたちと？そんな感じでいろいろ話を聞いてきたんだ。黙って言ってすまなかったな。先輩、私のために。どっちかだけじゃダメなんだって荻野さんが言っていたんだ。これは二人でやるものなんだって。もしリリサがコスプレで有名になりたいのなら、俺も付き合うだけじゃなくて本気で頑張らなくちゃダメだって思った。リリサはどう思う？私はコスプレでリリエルへの愛を表現したいだけなので、有名になるとかマイラ様の後継者とかそういうのは興味なくて。そうか、そうだよな。でも今まで自分で作って自分で見てそれで満足してたんですけど、先輩と二人で初めてイベントに出て、たくさんの人に私のリリエルを見てもらえて、ちょっと欲が出ちゃったかもしれないです。だってあんなのめちゃくちゃ楽しかったじゃないですか。めっちゃくちゃ楽しかったじゃないですか。私が憧れていたコスプレのイベントってこん
んなに楽しいんだってびっくりしちゃって、もっと大きいイベントでもっとたくさんの人の前でコスプレできたらどれだけ楽しいんだろうって、もっとたくさんの人に私の愛をもっと上手に伝えられたら。メッセージ、先輩のその申し出とてもありがたく思います。本当にお願いしてもいいんでしょうか。俺は全部手伝うって約束しただろ。それに俺も楽しかったんだ。二人で行けるところまで行ってみよう。はい。それで撮影スタジオがすごかったんだよ。ちょっと俺たちには高いけど。おお、実は私未経験で。でも部室でも自分たちで背景とか小道具工夫すれば。そうですね、私たちにはこの部室が。お、生徒会です。部長はいますか。生徒会、鍵を開けてください。正当な理由なく授業を続けるのは校則違反ですよ。リリル隠れろ。今開けます。失礼します。生徒会が何の用ですか。報告だけですので手短に。本日アクアリウム研究会が部に格上げとなりまして。は？アクアリウム？それに伴い漫画研究部は研究会に格下げとなります。格下げ？なんでいきなり。記録によれば漫画研究部は3年前から部の要件を満たしていません。クラブ棟が満室でなかったのでたまたま放置されてただけです。3年前から。部長なのに知らなかったんですか。とにかくこの部室は新しい部に明け渡していただきます。だったけあやかせらのなおー。ポケポシャカピトロ。Buscando un asesor para el club. Iba a ser la teacher de Rafael.